どうもこんにちは。美術をもっと楽しもうをモットーに動画投稿しています小柳先生です。今日も元気に楽しく絵画の解説していきます。では本日ご紹介するテーマはこちら、佐伯祐三自画像としての風景展です。うわー、佐伯祐三って誰って方もいらっしゃると思うんですが、今からおよそ100年前に大阪、東京、パリの3つの街で短くも鮮烈な生涯を送った画家で、洋画界のスーパースターなんて言われることもある有名な画家なんですよ。そんな彼の回顧展がなんと最高にアクセス抜群の東京駅の中にある東京ステーションギャラリーにて開催中。その後大阪中之島美術館に巡回するんです。なんといっても東京ステーションギャラリー自体が約100年前に建てられた東京駅の歴史を体現するレンガの壁の美術館ということで、とっても雰囲気がいいんです。しかも100年前って言ったらちょうど佐伯祐三が活躍したのと同じ頃、レンガの荒々しい中に佐伯の絵が展示され、これはまさにマリアージュということで、今日は佐伯祐三展について追ってみましょう。今日も楽しく美術トラブル。佐伯祐三は明治31年、今の大阪市北区にある高徳寺中由緒正しきお寺の次男として生まれます。幼い頃より殺生を嫌い、家も殺さんかったそう。厳格ながらも深く愛情を注ぐ父、優しい兄に囲まれた佐伯は17歳からいとこの影響で近所の洋画塾に通い始めます。そっから絵にのめり込んで19歳で上京、翌年東京美術学校中現東京芸大を受験。合格発表の時には、わしは絶対落ちとる、怖い思いをして見に行くんは嫌やと弱気になっとったんですが、実際確認するとなんと4番というまさかの好成績で合格していためちゃめちゃ優秀な佐伯。ちなみに卒業に際して自画像を描いて母校に寄付することが習わしになってるそうなんですが、その絵がこちら。鋭い眼光が印象的なこの自画像は、作風の面では印象派風の穏やかなタッチかもしれませんね。その後25歳で東京芸大を卒業して、その年のうちにパリに向かいます。フランスに来てわずか数ヶ月のうちにブラマンクっちゅう画家のアトリエを訪れました。ちなみにブラマンクは著作権がまだあるから実物はお見せできないんですが、こんな感じの色彩バチバチのフォービズムの画家です。佐伯は明るい色彩で描いたラフ像を持ってたそうなんですが、ブラマンクはその作品を見て、このアカデミックと一括し、佐伯は悔し涙を流したそうです。まあフォービズムバチバチのブラマンからしたら、佐伯の絵なんて何ビビってんねんっていうようなもんやったんでしょう。ちなみにその頃の作品がこちら。なんだかこれってセザンヌ先生の絵に似てるような。実は学生時代、父、弟、いとこが相次いで病死、自身も体調を崩して死や生について考え、自身の内面を見つめたようなんです。こちらを見つめる瞳はどことなく自信なさげに見えます。模索しつつも手がかりを見つけられない不安と焦りが見え隠れしているようです。ところがその一括がきっかけになったんか、この頃から佐伯の画風は変化し始めるんです。こちらの自画像も同じ年に描かれたもんですが、画風が全然違います。荒々しいタッチの画面、そしてなぜか顔は削り取られ、その表情は分かりません。ちょうどこの2枚を描く間に画家ブラマンクに出会い、それまでの作品を激しく罵られたんかもしれません。自分の絵や画家としての在り方を模索していた時期、佐伯の個性が激変する運命的な出会いやったんですね。佐伯はパリに長く滞在することを望んでたんですが、佐伯の健康を案じた家族からの説得に応じ、2年ほどで一旦日本へ帰国しました。ただやっぱりフランスを捨てられへん佐伯は、その翌年再度フランスへ渡り、そっからがむしゃらに制作を続けたんですが、持病の結核が悪化し、
精神面でもとても不安定なもんとなりました。その後自殺未遂を経て精神病院に入院、一切の食事を拒み続け、1928年8月16日病院にて死去。二度と日本の地を踏むことはありませんでした。佐伯の絵画って本当にその風景に対峙している画家の目線、筆を走らせる画家の腕の動き、肉体注文を強く感じさせるんです。それゆえに描かれた作品たちは佐伯自身を映し出したもの、全ての作品が佐伯の自画像のようやって言われるのはこのことですね。では作品を続けてご覧いただきましょう。オーベル・シュル・オワーズはゴッホ終焉の地として知られてます。佐伯はブラマンクとの衝撃的な出会いの翌日にゴッホ、弟テオの二人のお墓参りをしてるんです。その時ゴッホの晩年の主治医であったガジェ医師の所蔵する20点余りのゴッホの作品を見たようなんです。この絵はオーベールを裁縫した際に制作されたもんで、ゴッホへのオマージュ、ゴッホ最晩年の作とほぼ同じアングルと構図で教会堂を描いているんです。静寂を感じる青、色鮮やかなゴッホの表現とは違い、佐伯の方は意識して茶色や緑、その実物の色が持つ固有色で描かれてます。叙情的というか、空の色は暗く悲壮感がありますね。落ち着いた色彩の中で雲や雪を表す城の存在感が力強いゴッホの共感を示しつつも自分の絵を模索しているようです。セザンヌのようなものの存在感を描く表現から佐伯独自の激しいタッチへと移行していく時期に描かれています。佐伯は短い画業の中でしばしば画風を変化させていく画家なんですが、その画風の変化は大抵の場合描くべき風景の発見と結びついていたようなんです。佐伯が暮らしたパリ、1920年代はポスターの時代でした。街の至る所に広告が貼られ、佐伯はそれに吸い寄せられてました。それも絵の広告ではなく模試の多い広告が好きだったようなんです。絵の具を塗っては削り、引っかき、またなすりつけ、まるで本物の壁のような色合いです。佐伯の絵の特徴の一つに素早いタッチで描かれた線描があります。早く描くことにより躍動感や鮮明感が画面に生まれ、佐伯の興奮が伝わってくるようです。そんな短時間で描かれた絵であっても鑑賞する私たちをいつまでも飽きさせへんのは、佐伯の絵がとても複雑な表現で成り立ってるからかもしれません。佐伯の言葉によると、ガラスの器を石の上に叩きつけるとパーッと弾け割れるでしょう。ガラスはいろいろな鋭角な格好でしょう。そういうものを描きたいんやと画家仲間に語ってたようなんです。鋭くてしかも複雑な要素が絵の隅々にまで行き渡る表現、それが佐伯の完成イメージやったんかもしれません。彼の晩年の作でもあって代表作でもある郵便配達夫、妻の米子は買い物に行こうとした際にこのサンタクロースのような美しいヒゲの郵便配達夫に会ったそうです。そして米子が買い物から帰ってくると、佐伯はすでにその郵便配達夫にモデルの依頼をし承諾を得たと嬉しそうだったなんていうエピソードもあるようです。郵便配達夫の肖像は半身像と全身像の2枚あるんですが、彼の半身像を油絵とガッシュで素早く描き、その翌日には全身像を仕上げているという驚異的な制作スピードなんです。この頃の佐伯は体調を崩し、もう外にも出られへん状態となっていて、文字通り魂を削って描いた悲痛なまでの気迫が感じられるエピソードですね。この白ひげを蓄えた郵便配達夫に出会った時、佐伯の頭にはゴッホの描いた郵便夫ジョセフ・ルーランがあったんでしょうか。
郵便配達夫はタバコを手に持って、上半身をやや傾けて腰掛けた郵便配達夫、ぴょんと跳ねた口ひげの合間から覗く口元、見開いた目は無表情で余裕と風格が感じられます。佐伯がこの男にただならぬ雰囲気を感じていたのが伝わってきます。夫人の米子が後にも先にもその時しか姿を現さず、日が経つにつれてあの人は神様ではなかったんかと不思議に思うようになっていたと語っているようなんです。そんな運命的な出会いのあった作品だったんですね。いかがでしたでしょうか。3つの街で画家としての短い生涯を燃やし尽くした画家佐伯祐三、その人生は多くのドラマと伝説に彩られて、彼が生み出した作品は強い輝きを放ち、私たちの心を揺さぶります。なんか小柳先生も佐伯に負けへんように頑張んなきゃって奮い立たされた展覧会でした。本当人生って長さじゃなくって、いかにその瞬間を生きることが大事だから、小柳先生もその瞬間を大切に生きるために明日から頑張ります。ちなみに小柳先生の大阪弁いかがでした？ちょっと100年前の大阪弁があんまり想像できなかったんで若干嘘くさかったかもしれないんですけど、参考にさせていただいたのは今を生きる関西弁、高田久美先生です。みんなキューティーハニー一緒に歌おうや。あとストアとも頑張ってるからみんな受けに来てや。バイバーイ。チャンネル登録してます？しない方ですか？私はね、結構する方なんですよ。知ってみたらどう？